はい、資金テレビの資金です。2020年9月30日、9月2020年の9月ラストデイト、えー、動画にとなります。はい、えー、今日はですね、えー、あれですね、えー、まあ特に、えー、変わったことはなかったんですけども、あのー、まあえっ、ー、と昼までにね、昼過ぎまでにちょっと、えー、出さなければいけないちょっと、えー、案件の修正が、えー、ありまして。 えー、昨日の夜ね、ちょっとやろうと思ったんですけども、ちょっとあのバイオルテーバーガーでも見てしまったので、夜ね、帰ってきてから、まあ、どうしても結構家で、ね、帰ってきちゃうと、もうオフになっちゃうので、えー、なかなかね、えー、大事なね、えー、作業をね、家に帰るまでに終わらせようとね、また思いました。はい、で、えー、今日の朝は、あ30日の朝は、えー、ゴメ田コーヒーに行って、もう一気に、えー、すごいね、集中してましたね、えー、今回は。 やっぱ、ね、自分で、えっと、何時までに、えー、案件の修正ねあげるって、えーっとまあ、パートナーというか、えー、一緒に仕事している子、えー、に連絡して、えー、自分でね制限を時間制限を決めたのですごく集中できたというか、えー、あ何時までやらないとやばいみたいな感じで、えー、手動かす手の動かすスピードとかもかなり、えー、いつもよりねなんかすごく時間を決めてない時よりも早く。えー 動かせたかなというか、えー、思ってやっぱり期限を決めることはすごい自分の中でね、えーま、もちろんその納期みたいなのが、えー、お客さんのとのあるのは当たり前なんですけどもそれ,それ以前に自分で、えー、自分の作業で、えー、何時までやるとか何時間でやるとか絵をガッと決めて、えー、それに向かって、えー、それね破ったら死ぬ,死ぬんじゃないかぐらいの、えー、気持ちで。 えー、毎回ねできればねすごく毎回できればすごくね、えー、どんどんまた、えー、レベルアップできるのかなと今日、えー、改めて改めてっていうかすごく感じましたはい,いや本当になんか集中してていつもトイレはめっちゃ、えー、アイスコーヒーとかね水ガバガバ飲んでるので水ねガバガバおかわりおかわりっていうか僕がすぐなんか気づいたら水あの飲、ー、み干しててですぐコメダのだね店員さんが入れ,入れに来てくれるんですけどもだから本当に すぐね飲んじゃってトイレめっちゃ行くんですけども今日は全然そんなことなくてすごく、えー、集中1時間とかね1時間とか、えー、連続で集中することができましたはいで、えー、まあ午前中ね、えーまあ、7時15分からコメダで日記を書いて、えー、そこからね8時15分から案件の作業が やって13時5分ぐらいまで案件の作業を何とかね目が目どがいいところまで目どがいいところんだろう提出するとこまでえそこまで終わらしてまあその間ちょっとお腹空すいたんでトミグラサンバーガーっていうのがすごく美味しいあってね4つ切りとか2つ切りでこんなでっかいサイズのやつがあってえこれをね食べようと思ったんですけどさす、まあ、せっかくだからえまあインスタにも載せインスタの食べ,食べログにも載せたいし あの食べたことないやつをね、えー、食べようと思ってそしたらあ米牛っていうね米牛、えー、米牛っていうやつが、えー、最近ねすごい話,話題らしくて、えー、なんかみんな食べてんなと思ってたんでちょっと今回初めて米牛なるものをね、えー、普通サイズですけど食べてみましたいやこれね2つ折りにしてもらったんですけどめちゃくちゃ、えー、リピートしたい、えー、美味しさでしたはいでかなりねまあちょっと、えー、そうですね、えー、肉が結構ね こぼれちゃうのでお,手お手が、ね、手がね、えー、折れてしまうかもしんないですけどもえー、ぜひねえー、楽しんで、えー、ぜひメダ行った時は、えー、食べてみてほしいですいやでも今日思ったのもなんかあれですねなんかあのー、僕はえ何、ー、だろうなカフェって大体なんだろうなあのメ、ー、ダがまあ特殊じゃ特殊なんですけども大体カフェって隣の,のお客さん えーと隣まあ普通に仕切りみたいないなじゃないですかだからその見えるじゃないですかその視界に入るからえー、となんだろうなその食べ物ハンバーガーとかそのこぼれやすいものサンドとか食べるときに、えー、なんだろうなこぼれたやつを、えー、手でこうそのままね、えー、取って食べるかとか、えー、もうかぶりつくとか結構ねあのー、僕は結構横にの視線というか、えー、ここがいると結構そういうなんか。 下品かなみたいな思われる、競技悪いかなって思われることはすごくしづらいので、米田コーヒーの,あのボックス席のとこね、えー、すごくね、そういう視線を感じないのですごくね、食べやすいな、そういうサンドとかハンバーガー、えー、ですね。はいたいヒコとかだと、そうですね、結構、あのー、なんか、えー、横がね、区切られてないので、結構、混んでる時とかは結構、僕、本当に、 えー、すごく気になっっちゃってそのの周りの人がだから結構作業もあんまり、えー、混んでると本当横が近いところだと全然集中できなくてサル、まあ、タヒックは本当になんかなんかむさ苦しい男みたいな、えー、ばっかりではないので、まあ、カフェって大体そうだと思うんですけどなんかね本当になんか綺麗な方とかばっかりでもうだから僕あんまり、えー、苦手でその。 その周りにあんまりその女性ばっかりっていうのは、えー、ほんとはかどるなんか結構気になっちゃうんですよねなんかあの人めっちゃ綺麗だなとか、えー、そう正直言うとはいだからあんまり、えー、そういうね、えー、素敵な方々が目に入らない、えー、状態に持っていきたいので、えー、最近はねサルタヒコも、えー、今日もそうだったんですけども1階でね、えー、2階がね本当混んですごい席がいっぱいあるんですけど1階は、えー、入ったとこを にちょっとと、まあ、ちょっと入って奥行ったとこにちょっととテラスがあるって僕はそのまあなんか入って階段の手前のとこでまあ、充電も一応できるそこで最近やっているんですねでまあすごくまあ出入,り出入りは激しいけど別になんか僕はこうしてて後ろにあのー、レジがカウンターがあって受付があってここに後ろにお客さんが通っていくので別になんかあのここには入んないでしかに。 すすごくいいんですね上だとそうはいかなくてかなり、えー、開けてるしいっぱいお客さんいるしそう横もあるのですごく視野が視野がっていうか視界にいろんな人が入ってきてちょっと気が散っちゃうので最近は1階がね、えー、好きになってきましたただ1階だとなんかトイレに行く時にめんどくさいですねいちいちトイレに行く時に階段が2階上が階段登って2階行かないといけないのではいですねはい でなんだっけ何の話しんだえー、っとでああ昼昼ね帰ってきてからは、えー、なんかで、ね、適当に食べて、えー、食べながらあのバイオレット・エヴァーガールのね、えー、アニメの最終回13話を視聴、えー、してちょっと泣いて、えー、その後ね昼休憩ね、まあ、サウナに、ね、行こうと思ったんですけどなんか気が乗らなくて、えー、じゃあちょっと寝ようと思って15分かけてでも15分で いやもう短いなと思ってもう1回15分かけてで気づいたらなんか、あのー、3時半ぐらいになってだから2時間半以上を気づいたら寝てました昼ここで昼寝してましたあこれはいかんと思って急いで、まあ、ちょっと髪もボサボサだったんでシャワーか髪だけ洗ってえ乾かしてドライヤーでで結局ね澤田彦ついたのが16時ぐらい、えー、4時ぐらいですねだから本当なんか13時 午前中13時にまで作業してそこのねこの3時間の、えー、ロスタイムがちょっと毎回日になってるんですけども <laughs> もう少し、ね、短くできたらなと思いますはいえー、それでまあサルタヒコでは今日ね、えー、あれですね新作この前も、えー、飲んだんですけども、えー、新作のチェラッテっていう、まあ、ゼリー長いこんな筒が筒に入っている、えー、ゼリーが入っているチェラッテっていう 商品があるんですけどもそれをの違う味この前はピーチの味を飲んだんですけども今回はマンゴーミルクだったっけなを飲みましたはいでそれがね僕はピーチよりねマンゴーの方がすごく美味しいなとまあどっちも美味しかったんですけどもちろん、えー、ピーチのよりもマンゴーの方が好きでしたはいでえっとそれがまあ形はまあ、インスタにあげたのでこんな感じですね こういう筒,です筒はいでこれを振って、えー、シャカシャカ振ってお好みで、えー、崩すとただねこれあのー、なんかね溶けるのがねなんか全然最初溶けてくんないので結構作業してもう30分とかたぶんたってたのかなしてからやっと振るといい感じに振れて飲めるそれまでに一回蓋開けて飲もうとしたんですけどそしたらなんか全然 あのー、内容物が出てこなくて飲めませんでしたね。はい。これはじっくりね、待ってください。で、そして、この、このになんかシール貼ってありますね、この真ん中に。この横がね、生物みたいな <laughs>、えー、名前がね、多分ついてるはずなんですけども、店員さんもうちょっとあのー、不確かだったんで、ちょっとまた聞いてみたいと思います。えー、この子を、えー、この前はね、剥がそうと思ったんですけど、忘れてて、剥がしてどこに貼るかというと、パソコンにもちろん、えー、貼りますと。で、今日はね、なんと、 なんと,というか、えー、前回の反省を生かしてしっかり、えー、剥がしてパソコンに貼りましたで爪がね今結構、えー、伸びてるのでえこでもこれの伸,伸びじゃないと多分、えー、このステッカーをね外すことができませんでした、ねえー、ので爪に感謝したいと思います、はい、で実際はこんな感じで今結構貼られてるんですけどもこれあっこここれですねこの見えますかね こ,れこのオレオレンジのやつこいつあこの子ですはいよろしくお願いしますはいでこの横に貼ってあるのはサルタヒコの同じサルタヒコーヒーのザ・ブリッジってあの原宿店のオープンのオープン時に行った時にもらったシールステッカーですはいという感じで今日はサルタヒコにで午後作業してきましたはいでえー、なんだっけ そうですね。で、なんか帰るときに、えっと、まあ多分僕と同い土師ではないかもしれない同じ、多分二個上でも一個上とか二個上の、えー、女性のね、えー、店員さんとちょっと、えー、立ち話を、ま、あ五分ぐらい、えー、して、なんか、あの、おすすめ、あの、特におすすめの、えー、やつありますかとかね、いう会話をして、そしたらなんか、なんだっけな、テ T ラテとか、えー、T ラテとか、ソイラテがすごく、 美味しいんですよねみたいな感じで、えー、おすすめしてくれましたんでまた、えー、次回行った時はちょっと、えー、それをね優先的に、えー、考えて飲んでいきたいと思いますはいですねという感じでああとカレーは今日カレーね、えー、作りましたまあ10時からね作ったんで1時間ぐらいかかったんで、えー、夜ごはん23時ぐらいからとりましたで結局カレーはなんか1杯目はえっ、ー、と白飯 えー、普通にカレーライスとして、えー、楽しんだんですけど23倍目は二三4かな4倍目はもうルーだけポタって、えー、皿に入れてただこうあのー、かき入れるというか、えー、いう感じで、えー、楽しむのが僕のカレーの、えー、家で作るカレーのスタイルとなりますはいそう、えー、いう感じで、まあ、ちょっと明日もちょっといろいろやることがねたまっているので、えー、10月 1>, えー、1日なんで明日ね、まあ今日だけど、えー、撮ってるの今日10月1日なんで、えー、まああと今年も残すところ3か月とな、えー、りましたんで、えー、また3か月残りね、えー、突っ走っていきましょうではありませんか。はい。はいということで、ヴ、えー、バイオルと映画バーガンデのね、映画ね、えー、10月1日朝か8時40分から見ようと思ったんですね、調布で。でもちょっとやることいっぱいあるから、まだ。 いけないなっていう感じで、えー、いついつ行こうかなという感じです。ですねで。一緒に見たいよっていう方はぜひ誘ってください。はい。という感じで、えー、今日は、えー、終わりたいと思います。はい。それではまた皆さんお会いしましょう。バイバイ。